はい、どうもこんにちは、アスオです。今回はね、最近俺がね、よく使ってる、みんながね、あんま使ってないんじゃないかなと思うスキルについて解説していこうかなと思います。というよりも、どっちかというと、なんかね、最近気づいたというか、知ってしまったというか、まあ、何がっていうと、今ね、使われている属性って、ほとんど光と闇と雷なんですよね。ジゴスパークとか、あと暗黒山とか、あとマダンテ。とかなんで、そこをカバーしちゃえばね、割となんとかなるっていうことに気づいてしまって、でそこでね、いろいろスキルを漁ってた時に見つけたのがこの白黒ガード SP っていうスキルなんですよね。中身がどういうスキルかっていうと、光と闇が詰めます。光と闇。つまりこれ何が起こるかっていうと、これと、例えば稲妻ガードとかを組み合わせると、光100詰めて、雷と闇が50ずつ詰めるっていうめちゃくちゃ硬くなるんですよね。光、闇、雷を大体全部カバーできると。それでもともと耐性が優秀なやつに積んだりするとこんな感じで光雷撃の100が闇50とかこういうスキルが可能になってくるんですよね。こうするともうあとはカッチコッチになって、例えばこの溶岩魔人とかだと特性が火の骨1から3回ヒブグレイク力ため寝返る時々スカラなんで、まあね、時々スカラでさらに硬くなるっていう、まあすごいカッチコチの溶岩魔人ができるっていう感じになります。まあただね、こうしちゃうとどうしても状態異常がガバガバになっちゃうんですよね。どうしてもね、眠りとか25だし、ここをどうカバーするかっていうと、まあ例えばね、別のやつに光の波動をさせたりとかね、こいつだと神様じゃない、なんだっけ、そう、神様か、神様のスキルで光の波動を覚えててそれを使ったりとかような使い方になるかなと思います。このね、白黒ガード SP っていうスキル、稲妻ガード SP は結構みんな使ってると思うんですけど、白黒ガード SP っていうスキルね、ぜひね、皆さんも使ってみると、また対戦が一個変わるんじゃないかなと思います。ってことで今回はこの辺で終わります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。